望みも光もないけれど、こだまはいるよ。おー、それママさんで大受けやな。つま先、ピラニア。わかるか。ニラ見つけてない。ちょっとあれでしょね。次これアップとしてやって、はい、あの次実際にアンダーパスからやっていきます。アンダーパス、はい、アンダーパス、こうやって手のひら重ねてもらって、はい、親指中に折り込みます、はい、で、はい、肘をピンと伸ばして、ピンと、はい、でここに綺麗に板を作って、うん、この板のところにボールを当てるっていうのを意識してもらって、はい、実際にパスしていきます、はい、ここにまず当てるっていうのをこうやるっていうのをこう、なるほど、はい、こうローテーションしながらやっていくっていうのをやっていきます。一番基礎の練習ということですか。あ、そうです、はい、でその時に足を揃えずにどっちか自分の出しやすい方の足出しましょうとかっていう、こう説明を加えながら、うわー、分かりやすい。なんか急に本格的に。そうですね、はい、でもここを待ってるわけですね、子供たちは。確かにね、うん、ちょっと一回お願いします、はい、実際体験、はい、普段やってるような感じ。お願いします、はい、お、もうちょいリラックスしてないです。リラックスして、はい、はい、当たる瞬間だけに近い。なるほど、はい、あ、いいでしょ、いいですか、はい、あーやー、あーやー。すいません、褒められて、ごめんなさい、お母さん、褒められて、ごめんなさい、お母さん、すいません、褒められて、アンダーから急にスパイスパーリーちゃった、ごめん、あの、危ねえ、まあまあ危ないところだったりましたけど、危ない、すいません、あと10センチ下やったら、ちょっとペネトレーションフォルトになってる。何それ、ペネトレーションフォルト、ペネトレーションフォルト、なんなん、足出ちゃったら反則なんです。そうそう、っていうのペネトレーションフォルトになってる。僕らでもそう言ってや、ペネトレーションフォルト、ペネトレーションフォルト、ペネトレーションフォルトって言わないです。言わないよ。言わへんやん。足出てる出てるって言います。俺そう言うんや。でもめっちゃおもろいっすね。ペネトレーションフォルト、ペネトレーションフォルト、回らないっすよ。聞き直されたとき嫌ですね。いやいやいや、ごめんごめん、ちょっと図に乗ってしまって、褒めていただいたから、伊賀さんから。なんでこっちにこうすんねん。びっくりした。万博のイベントの時からバレーボールずっと練習してたぐらいスパイクしてよかった。バシッバシッ、ね、僕らでは すごい音鳴ったら今めちゃくちゃいい当たりやなと。すいません、絶対やったらダメですよ、キッズは。もうこれ絶対マネしよう。キッズは絶対やったらダメですからね、それ。じゃ交代するもんなら、交代ちょっと。はい、お願いします。早い早いし、当てない。一発目早いし、当てない。取ってきて。あ、ペネトレーションフォルト。ペネトレーションフォルト。分からへんって、それも。ペネトレーションフォルト。今試合中じゃないやろ。教えたやん。試合中じゃないから、今ええやん、別に。タイムアウト取ってから行かないと。タイムアウト。はいはいはい。はい、これ大事ですよね、これ。大事ですね。はい。こうやってルールを教えていくっていうのは。いや、確かに。はい。選手のお二人に言われるやったら私も。はい。大丈夫、そんなゆっくり歩いてきたら30秒過ぎるんじゃない？30秒過ぎるんじゃない？28、29、30、はい、ペネトレーション。何それだ、ペネトレーション。ペネトレーションフォルト。ペネトレーションフォルト。いや、あれですよ。危ない。取らずに、コート行けるんです。外だったら。あ、そうなんですか。あの、この棒立ってるじゃないですか。はいはいはい。この外は、こうやっても反則にならない。あ、そうなんや。いいこと聞いたな。次からそうしや。よく僕のこと無視して喋れますね。大人が一人焦がされてる。アンダーパスになって急にちょっと真面目な感じ出たな。なんかちょっと、ね、確かにそうなんですよね。ちょっと、あれですね、急に温度感変わりすぎたんです。そうですね、面白い要素足せます。面白い要素、でもまあ、あの守備専門なんで、やっぱり面白アンダーやっぱいけると思います。あ、ほんまですか。いや、でも今回は児玉さんに。やったやつやな。面白アンダーいけますか。いくよ。いやいや、体だけ来てる。バレーボールは落としたら1点入る。当たり前のこと言ってさっき。ずれてるずれてるっていうね。二発目じゃん、はい。はい。ヒガスさん。はい。手や。焦りすぎて手が逆になっちゃった。これは分かりにくいです。これは説明しないと。分かりづらい。これは分からへんわ。これ分かりづらい。みんな見に来てーって言わなかった。ヒガ君ボケてるよ、見に来てーって言わなかった。ヒガさんに伝授してくれる。はい、いきますよ。はい。
はい、パイーン。ちょっとね、あの、サイコが過ぎて恐れおののくと思います、子供たち。自分の頭をアンダーパスしてしまった。お子さん白目 NG なんですよ。お子さんはね、白目怖がります。あ、そう。お子さん、見て、こんな泡とか踏む。こんな爽やかな伊賀さんが、あんな、ちょっと一回やってもらっても一回見たいっすね、でも一回やるか。来い、いきます、はい、バイーン。これアウトです。これダメなやつっすよね。ダメな、これダメなやつっすよね。怖い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 、これダメですね。グー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 。まあでも本当にあのプロも人間なんで、ミスることあるんだよっていうのをこうキッズに教えられたらちょっと近くなるというか親近感が湧くかなっていうのはあるんで、めちゃくちゃいいと思います。素晴らしい。どん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 パナソニックパンサーズさんが輝いていきますよ、これで。いや、ありがたいです、めちゃくちゃ。次、オーバーパス出た。オーバーパス、はい、これ体育でやってた時これが一番難しかったんですよね。確かにね、これちょっととっさにこう上にね、この形を作るっていうのと、はい、やっぱりこう柔らかくボールを扱うっていうのはすごい難しいポイントなんで、はい、やっぱりやったことない子だとこうベチャってこうボールが落ちちゃうんですけど。なるほど。じゃあまずオーバーパスの形から、はい、はい、いただきますします。いただきます。はい、いただきますして、で頭の髪の生え際ですね、はい、のところにぐさっと刺します。はい、うん、でそこをパカッと開いて、でちょっと浮かします。はい、でここに三角おにぎりができるんですけど、三角おにぎり、その三角おにぎりから天井を見る、はい、ここでボールを扱う。これがオーバーパスです。なるほど。アンダーパスの時と同じで出しやすい自分の利き足を出してもらって、ここでパス。大切なのはボール1個分ぐらいの形を常にキープしながら、ボールをちょっと握ってるような感覚でパスする。でキッズだとこの腕の力だけだと飛ばないので、はい、体のこの屈伸運動を使いながら力を加えてあげるっていうのがすごい大切です。おお、なるほど。はい、これって狙ったところに正確に落とせるんですか？そうです、そうです。じゃあ僕今から投げた瞬間に立つんで、どこかに、はい、そこに真っ向から落としてもらうことってできます？はい、もうそこに投げる。すげえ、ちょっと一回やってみてください。はい、ちょっと。うおー、すげえ。それはできます、大丈夫です。おお、すごい。瞬時に。そうなんですよ。でリベロでこれなんで、はい、もうセッターって言われるトスをこう上げる専門の人がいるんですけど、その人たちはあのリングっていうそのボール入れる練習するやつがあるんですけど、それにスパッと入るんですよ。僕もやってるんですか？すごくすごく、はい、めちゃくちゃ怖い。もう顔ここまで来てたよ。ちょっと伊賀さん目線再現して。伊賀さん目線、はい。怖い。あとは僕らの凄さを伝えるっていうので、はい、の結構天井が低い小学校の体育館だと天井が低かったりするので、それにこうぶつけたりとか。どれぐらい上がるんですか？天井つかないぐらいかな。ここはちょっと高すぎるんですかね。オーバーパスだと やったことないです。うわーうわーうわー、当たった。すげえ。すげえ。え、この力で。そうなんですよ。腕の力だけだと、はい、あんだけ飛ばない。この屈伸。すごい。っていうのを伝えたんですよ。それこそ小学校とかね、うん、体育館上にバレーボールが挟まってる。あ、そうなんです。あれ取ってあげたらいいんですか？気付けて。ヒーロー。なんかお笑い要素欲しいですね。ガンガン入れていきたいよね、やっぱり。パナソニックパンサーパスで面白いやつね。あります。じゃあ。一個行っていきます。うわっ、すごい引き出し。うわー、好き好き
結構それだった。あら、かぶった、かぶっちゃいました。今かぶっちゃいました。僕もそれでした僕もそれでしたいやみんな何回、はい、いいですね今の。あ、今のいいですね。めっちゃいいと思います。何でも受け入れてくれる確かに。いやもうそちらがもう受けてくれるから、うん、僕らも受け入れる。あ、もうそうですね。はい、ウィンウィンどん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 レベルが低くなっていきます。大丈夫ですか。ちょっとちょっと上がっていかない。上がってってます。大丈夫ですか。相乗効果。相乗効果ですか。上がってってます。こういう感じじゃないですよね。大丈夫です。大丈夫です。びっくりした。大丈夫ですね。じゃあ今度は僕が行きましょうか。行けるの。はい、面白い。行きます。はい、何回かやってもらっていいですか。すいません、すいません、ここに踏み絵があるんです。子供わからんやろ。結構歴史好きですね。恥ずかしいわそれ。あ、ひらめいた。うわ、帽子貸してもらって。帽子。あ、カメラさんの帽子を借りて。え、はい、さあ、もうみんな何やるか分かってるだろ。え、何やる。帽子を一緒に外す。素晴らしい。ところがでも、その実際当日にここまで火に焼けた帽子があるかどうか、うん、これじゃなくていいんですよ。面白ポイントは日焼けしてるかどうかじゃない。あ、ここじゃないんですか。帽子を飛ばしてしまう、帽子飛ばしてしまうっていうところが面白いポイント。そこか、こんな色褪せ方が面白いわけじゃないんですか。違います、違います、違います。よう歩かはったやろな、あの帽子。小道具がない場合の方が多いんで。なるほど。バレエ教室で帽子かぶってるとか。ズラとか、ズラもズラかぶって、はい、こうやってポン。めちゃくちゃウケるね。120本ウケる。絶対ウケる。キッズは大好物ですよね。めちゃくちゃウケると思う。坊主の選手だね。最初からかぶってないんですよ。あ、います。うちの助っ人外国人選手が坊主なんで。あ、じゃあもうこのファンの同時にさっきまで髪の毛あった人も絶対ウケる。いやもうその選手はあのうちのチームでも本当にすごくて、はい、世界で1位になったプレイヤーなんです。そうです。ポーランドの選手なんですけど、ポーランドでキャプテンにされてて世界1位。世界1位。はい、早食いですか。バレーボール。バレーボール。そんな選手がポーンですよね。これ衝撃映像ですね。おい、最高の肩書きや。芸人発言。すごっ。